はい、皆さんちです。なぜだ。なぜカズキやミナが、ミナのものが俺の真似する。はい、てなわけでね、最初に出てきましたポポーン、こちらロンギヌスのね、新しい方を買ってきました。そしてね、全部セットで買ってきたね、この方もねついてきました。はい、こちらですね。なんとここが飛び出ているというね。はい、わかるかな、ビニール袋からこれ飛び出てるのね。まあね、早速開封していきましょう。とレイヤー自体は破滅の槍ロンギヌスモチーフ、レイヤーにドラゴン型の専用ディスクが組み込まれており、重くて厚い攻撃も重くて抜粋攻撃を相手に与えることができる異端なゴッドレイヤーで、特徴はドラゴン型のディスクがレイヤーに内蔵されており、重厚な攻撃が可能。さらにロックが進むたびドラゴンが移動し攻撃力がアップするぞって。で、軸先がデストロイで、ギザギザが軸先でスタジアムに食いつき、周囲のガードパーツにより体勢を崩しにくく暴れ続けることができるアタック系ドライバーです。書いてあるけど、はい、実際どう？回してみましょうか。まずは1回単体で、うん、いきまーす。本当にいつものやつやん、ちっちゃいミニのやつ。やば、今のスタジアム揺れたけどすげえ勢いで回ったな。え、でもさ、これ重くてなかなか取り付けできないってこと？引っかかりが甘い。まあでも回っちゃうもんね、引っ掛ける部分自体。そうね。そして時給ないな。時給はないよ、だってアタックだもん。立つかな、立たないか。立たないっしょ。時給より防御の方が皆無だね。そうだね、防御力はないですね。リアバしそう、ここがベコーンってプラスチックのこの透明の部分が、鉄の周りだけは残ると思うけど、ガチでグッと押さえたままシュート。マジか。そう、甘い甘い、重すぎて無理。もう一回回そう。ちょっと楽しい、こいつ回すだけで楽しいって初めてなんだけど、行くぜ。ほんとつけづらいね。お、なんか食えるのね。なんか食える。3、2、1、ゴーッ。超安定ネメシス。ベアリングの音がする。おお、すげえ。まあでもこれロック緩いけどね。まあな。でも普通に考えたら通常だもんね。そうだね。って考えるとやばいよね。ワンロックしか外れてない。やば。じゃあこいつもさっき見せたんで、じゃあこいつちょっとカスタムってしていこうか。ああ落ちた。ああ落ちた。悲しいや悲しいや。悲しいや悲しいや。手元にあったもので作りました。こんな感じでーす。はい、じゃあこれを普通に回していくよ。うん、3、2、1、ゴーッ。あ、ミスった。うわうわうわ、追い出された。強くね。それでも追い出された。今の集中力1955。うちそこまで出たことないんですけどこれ外れてんのか外れてないのか判断つかないんだけど大丈夫？ワンロック、ただ使い…おお、ツロック。おお、かっこよかったね、今の当たり方ね。ね、あ、普通に強え。え、3ロックだった？違う、うちが外しちゃった。あ、このこれ左回転使うから。そうベイブレードあるあるだよね。でもこの子めっちゃ硬いけど、サロック。うん、ちょっと、じゃあこいつ全力で回してみて、スターセイバー。斜めじゃないよね。うん、水平。3、2、1、ゴーッ。
耐えるね。おお。ワンロック。ワンロック。不思議な形やな。そうだね。でも使いたいと思えない。どうやってはめんの？ガチャ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 ってなるぞ、うん。結構ね。癖がある。うん、だいぶ癖がある。うん。あ、でも俺前半に勝負決めないと結構厳しいかもしれない。うんうん。じゃあまあまあ見てね、みんなこいつ超バリ強いじゃんって思うかもしれないけど、こいつ6、2個しかありません。このナイトメアロンギヌス、ロックの山が2つですね。見えねえかな、ここね。2個しかないので、1個がめっちゃ低くて1個がめっちゃ高い。だから最初は必ずポンって外れますよみたいな。まあ今後カスタマイズでどうなるかだね、こいつは。ここまで癖があると思ってなかった、正直。フレームつけれるんや。そういうこと？うん。こいつフレームつけれるの？つけれる。だからバンプフレームなんじゃない？バンプフレーム時代がアークバフムートのフレームだから。さらにフレームつけれますよってこと。考えたね。うん、マジで。タカラトミーさん、ちょっと今働いてるベイブレード作ってる人もう社長になった方がいいんじゃないですか。だってディスクが内蔵だけどフレームはつけれますよってことでしょ。すげえな。ちょうど待ってからこれつけてみるか一回。うわ、つけるの大変。いや外出ないけど、でかすぎて間違いない。まあおもろいね、仕組みは。今後カスタムどうなるかわからないですけど、皆さんね、僕の動画の方もね、バトル動画結構出してますんで、そちらの方を楽しみにしていてください。それではね、ここら辺で終わりたいと思います。以上だと思ったか。え？